こんにちは、ゆかです。こんにちは、ゆかです。実はコロナワクチンの3回目を打って約2日ほどほぼほぼ仕事していませんでした。3回目にして初めてこんなにね副反応が出て、筋トレした翌日に、ジム行った翌日に3回目を打ってきたので、筋肉注射だから体が多分弱ってたんでしょうね。本当に死にかけてましたが、なんとか復活しました。で、何が起こったかというと、スキンケアもちょっとサボっちゃったんですよ。で、あ、これ動画にできそうだなと思って、そっからね、ちょっと汚いんですけど、あえて2日間鼻周りを洗顔しませんでした。鼻周り僕があえてしなかったのには理由がございまして、最近やっぱりね、毛穴をきれいにする商品がやっぱいっぱい出てきてるんですよね。その中で僕が、まあ、事前に買ってあったんだけど後回しにしてた企画があって、それがこちら2つを使いたいなと思ってて、毛穴のね、ホワイトエッド、ブラックエッド、角栓、そして黒ずみと呼ばれるものなんですけれども、それらをねどれぐらい除去できるのか、あえて汚くしてある状態から検証したらめちゃくちゃ分かりやすいんじゃないかなということで用意しました。一つは BCL さんの毛穴丸ごとすっきり汚れ分解ジェルってやつですね。で、もう一つバイバイブラックヘッドという名前なんでね、これを使ってビフォーアフターでどれぐらい変化が出るか、電子顕微鏡を使ってねやっていこうと思います。それでは今日もやっていきましょう。レッツゴー。ということで、まずビフォーのねお花の状態を撮りたいので、本当は映像を撮ってそのまま流したいんですけど、こうやって画面上に見せますね。今こっち側ですよ。こっち側の花がこんな状態です。うわー、なんかすごいギトギト。続きまして、じゃあこっち側もねやっていきます。いやー、こっちもすごいね詰まってるね。一応両方とも写真撮って載せるか。右側は角栓が多いかなって感じですね。で、こっちサイドはブラックヘッドに結構なってるかなっていうイメージですね。両方ともいるのはちょっとね油分が過剰に出すぎてるって感じですね。ということで、左側にこれを使ってね、右側が BCL さんの汚れ分解ジェル。どう違うかというと、こっちは緑茶がメインなんですね。グリーンティーとナチュラル BHA という、いわゆるピーリング成分ですね。バブルパックになるんですよね。最初塗った時にはこういう風に緑色になってて、その後それがブクブクブクっと泡になる。それで毛穴の汚れを取っていくって感じですよね。で、もう一個こっちは酵素ですね。プロテアーゼが入っております。酵素をつけることによって剥がれ落ちるべき古い角質を落としつつ、さらにブラシがついてるみたいなんで、くるくるっとしながら毛穴汚れを落とすっていうイメージですね。温感ブーストジェルなんだ。あ、じゃああったかいんだ。プロテアーゼ、リパーゼ、パパイン、うわすごい3つ入ってんだ。こっちの方がちょっと肌に刺激が強そうなイメージ、今パッと見はね。とりあえずやってみましょう。先にこっち側塗りますか。じゃあこっち、おー、ちょっと見やすくするためにたくさん出しますね。こんな感じです。ドローっとしてる緑色ですね。一応緑茶の固形も入ってるのかな。はい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 、これをこっち側半分に。あ、すごい匂いがワンデイズユーのノーモアブラックエッド、あれみたい。ちょっと広めに半分だけ塗るのめっちゃむずいな。で、これはこの状態で2、3分したら多分泡が出てくるのかな。で、その間にこっち側、これはチューブの首元のダイヤルを矢印を回しオンに合わせてください。あ、ここがね、ここね、はいはい。あ、出てる出てる出てる。これをこれを塗ると、あ、あったかい。温感ジェルだ。そのまま直接ブラシでマッサージするように伸ばします。強くこすりすぎないでくださいね。こんな感じですね。あ、こっち側泡泡になってきたね。あ、でも確かに酵素を感じるっちゃ感じますね。これどれぐらいやればいいんだろう。あ、エチルアスコルビン酸も入ってますね。ビタミン C 誘導体も入ってる。アルミチン酸、レチノールも入ってるし、すごいな。これ意外とね、成分見ると結構こだわってますね。こんなもんですかね。ジェルがすごい柔らかいし滑らかなんで、そんなになんか摩擦を与えてるっていう感覚はないですね。心地よいブラッシングに近い。で、こっち側がもうだいぶブクブクっと泡になってきましたね。これで少し優しくマッサージして、ぬるま湯で洗い流す。あー、すごいぬるぬる。 OK、 じゃあこれでちょっと洗い流していきます。すごい、両方とめちゃくちゃスッキリします。ザラザラももう一切感じないし、すごい。とりあえずね、もう百聞は一見にしかずなんで、早速アフターをねやってみようと思います。まずじゃあこっちですね、つるりからですね。いきます、つるりさんの方。でん、おお、え、めっちゃさ取れたよね。
産毛は仕方ないとして若干角栓が残ってるなって感じですね。まあさすがに1回じゃ取れないのでね。結構綺麗になったよ。あとは何よりギトギト感がもうだいぶなくなってるね。次サムバイミーバイバイブラックヘッド。あーこっちはね取り切れてはないって感じですね。どっちも余分な皮脂は取れてるので、こっちはね顔全体用だから目の周りとか皮膚薄いからあまり強すぎると大変だなっていう感じなので、使いやすさを重視した感じかなと思いました。どっちも使ってみた感想としては非常にいいですね。さっぱりする。どっちもちなみに毎日は使わない方がいいですね。こっちも酵素入ってるし、こっちもこっちでね BHA 入ってるので、使用感先にサムバイミーのバイバイブラックヘッドめちゃめちゃ良かったです。鼻だけじゃなくて顔全体にも使えるっていうのがめちゃめちゃいい。皮脂コントロールめっちゃしてくれるし、バブルが触るとすっごい滑らかなんですよ。ちょっと放置したらまたすぐバブルになってて、これがすごい良かったですね。結構ねスースーするイメージでした。グリーンティーが入ってるから肌が落ち着いてる感はすごい感じますね。顔全体用だなって思って確かに感じましたね。 2,3 日に1回使う分にはめちゃめちゃいいかもしれない。毛穴の洗浄力としては5点満点で 3.5、 日々のスキンケアとして使いやすさとしては普通に4ですね。クレンジングオイルとクレイマスク両方使うのがめんどくさいっていう人はいいかもしれない。こういうなんかね気軽に使えるものが一番楽なんだよね続きましてつるりさんの方ですね。こっちはブラシがついてるのでくるくるっと回しながら洗浄できる、本当にポイント用ですね。鼻だけって感じでした。温感ジェルであったかいなと思うんですけど、洗い流した後は結構突っ張る感じが強かったですね。その代わりこっちの方がやっぱ洗浄力は圧倒的に高かったです。だからこそ毎日使いはちょっと難しいんですが、明日にでも毛穴をきれいにして見せないとダメだっていう時は最強にお助けマンとしてはいいと思いますね。ただやっぱり結構鼻周りに刺激を20、30と与えてしまうので、これを毎週2、3回使うってなるとちょっとって感じですね。しっかりとタイトニングをこれと一緒にセットで使わないとどんどん毛穴広がっちゃうかなっていう心配はありました。毛穴洗浄力で言ったらほんと 4.2 とか、使いやすさも、まあ、使いやすかったですね。ここオンリーで使うって考えたら、まあ時間を置かなくていいっていう意味でもまあ4かな。いや非常に両方とも良かった。使用した後の皮膚が乾燥しやすいと皮脂を余計に分泌するんですね。今触った感じね、こっちの方が滑らかでツルッとした肌で、こっちは今触るとあもうすでに皮脂が分泌されてるっていうのを感じます。っていうのもあって顔全体用だからこそっていう感じですよね。サムバイミーさんは僕が頻繁にこれから使うとしたらこっちかなって感じですね。でも非常に両方とも買ってよかったなってちょっと思いましたね。非常に良かったということで、病み上がりの毛穴洗浄のスキンケアのレビューでございましたそれでは今日もご一緒に今日より明日綺麗になりましょう。以上、ゆくでした。バイバイ。